最後になるんですかね、くら寿司ちゃん。ちょっと期待できますよね。いや、味だけを考えると順位が決まりました。明確になりました。ラーメン祭りあるよ。ふい、よっしゃ、松浦です。回転寿司ラーメンナンバーワン決定戦ということで、今日はもうほぼほぼ最後の店になるんかな、くら寿司に来てます。はい、くら寿司くらちゃんです。今行った店がスシロー、はま寿司、かっぱ寿司行ったでしょ。1位がはま寿司、2位がスシロー、3位がかっぱ寿司で順位がついてるんですよ。もう最後の砦ですかね、最後になるんですかね、くら寿司ちゃん。くら寿司行ってみましょうか。これはね、ほんまのことを言うんでね、どうなんか評価していきましょう。まあそれで寿司も楽しんでいきます。もう100円寿司もこれ大きいところはもうこの4つで終わるんじゃないでしょうか。寿司屋スシリーズも、寿司屋スリーズ、はい、こい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 、よし、こっち来て食べましょうか。今席に着いたんですけど、今びっくりしてます。これ見てください、メニューこれです。ラーメンのメニュー映っとるか。ちょっと期待できますよね。ごま香る担々麺、追いがつお醤油ラーメン、濃厚味噌ラーメン、特製鶏だしラーメン、札幌風味味噌ラーメン、カルボナーラうどん、あとまあうどん系なんですけど、これ期待できますね。もしかしたらはま寿司を脅かすラーメンがあるかもしれないですね。ということで、とりあえず寿司を食べていきます。はい、カイト君もう一回行ってます。一回行ってます。いや、父さん今日はね、ビール飲むよ。ビール飲ましてもらいます。母さんが運転してくれるって言うけ。カイトがついにご飯食べてます。ごめんね、カイト。カイトがついにご飯食べてます。うわ、綺麗に食べました。この成長を見てあげてください、皆さん。ビールいただきます。えらえらえら、うまい。ということで、マグロのゆずなんとかがあったんで、マグロからいただきます。カイトも食べていい。ビールがうまいよ。これゆずいらんわ。ゆず乗ってない方が美味しい。はずれー。エビいただきます。わさびつきすぎた。じゃあクエいただきます。クエです。いただきます。味はかなり薄いし、味はあんまりないけど、まあ、こんなもんかなって感じです。じゃあ次、サヨリ。俺海育ちなんで、サヨリとか魚系はめっちゃ食って育ったんですけど、鮮度が良くないです。いただきます。エビ、イカです。縁側とつぶ貝が来ました。いただきます。つぶ貝いただきます。うまっ。じゃあ濃厚味噌ラーメンにします。この汁、濃厚味噌ラーメン注文します。じゃあ濃厚味噌ラーメン注文します。イカいただきます。イカうまいね。来た、ついに。おー、来た。ついに来ました。ニンニクがついております。じゃあ見ましょう、濃厚味噌ラーメン見ましょう。はい、出来上がりです。こんな感じです。じゃあいただきます。濃厚味噌ラーメン。ママ、レビューこれはいいね。この値段でこれはいい。あとスープがめちゃ熱い。この値段でこれね、寿司屋でこのレベルならいいと思う。はま寿司どっち？一緒ぐらいだね。はま寿司がちょっと勝ってるね。これはレベル高いね。じゃあチャーシューいただきます。あ、これ冷やし、チャーシューも悪くない。これは悪くない、これいいよ。明らかにかっぱ寿司とスシローには勝ってる。1位2位の勝負っすね。これはもう味は分かった。 100% 合格っすね、スシローのレベルだから。今考えてるんですよ、くら寿司とはま寿司どっちが上か。いや、味だけを考えるとはま寿司の方が美味しいかもしれない。いや、もうこのなんか
豊富さとクオリティ全体的なバランスと考えたらくら寿司。あでも俺はやっぱ浜寿司かな、味だけみたいな。じゃあもう一個食べる？醤油ラーメン頼む？どれにする？もう一個ラーメン頼みます。鶏だしにする？いやもう一個食べたら順位が変わるかもしれない。ちょっと今レベル高かった。はい、じゃあ来ました。これ何回？鶏はね、特製鶏だしラーメン。おいしそう。特製鶏だしラーメン来ました。特製鶏だしラーメン、じゃあいただきますね。特製鶏だしラーメン。ゆずとかも乗っとってね。さっきのこれアドバイスするとすれば、ちょっと麺湯がきすぎ。その湯がきるのはいいけど、ちょっと湯がき切りすぎとるんで、その出してからの計算してもちょっと時間があるんで、ほんま10秒とか15秒でいいんで、ほんの少しだけ、もうちょっとだけ麺を。麺も厚みがあって、ちょっと厚みがあって平打ち麺ですけど、気持ちだけ磨きすぎなんですけど、もうそれは問題ないです。悪くないですね。順位が決まりました。明確になりました。はい、ということで食べ終わりました。そうっすね、これで100円寿司2ヶ月3ヶ月ぐらいに及んでもらったんかな。楽しかったっすね。まあそのラーメンがどうだったか喋っていこうと思います。はい、第4位かっぱ寿司。そうっすね、まあ食べたら分かると思うんですけど、第4位ですね。かっぱ寿司が群を抜いて4位ですね。これは申し訳ないんですけど、そのまあ4軒食べてまあ限定ラーメンじゃなくて普通の醤油ラーメンしかなかったっていうのも勝敗の原因かなとは思うんですけど、ちょっとかなり第4位かっぱ寿司で、このかっぱ寿司の今回食べたラーメンだと本当にこのラーメンは頑張った方がいいです。値段はそんなに変わらないので頑張った方がいいと思います。ごめんなさい、辛口になってしまい。第3位はスシローですね。そうですね、あとの2軒とはやっぱ寿司は一番スシローが多分すごいと思うんですけど、一番いいと思うんですけど、ラーメンに関してはスシローが3位ですね。これは嘘偽りなく3位です。ラーメンちょっと大阪になってるかなみたいな感じの味でしたね。完全に僕はラーメン屋なので、大体どうやって作ってるかも分かるし。そうっすね、第3位スシローですね。で1位2位は結構クオリティ高くて、これ結構まあどっちが若干ちょっと上なんですよね。1位の方がやっぱり、でも1位に両方良かったです。合格です。他の2件と比べたらレベルが違います。それは絶対レベルが違います。じゃあ1位と2位なんで、どっちが1位か言いましょう。じゃあ1位の発表です。ついに結果発表です。第1位の発表します。ダルル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 ルガチャ当たり、ガチャ当たりました。ママ開けて。さっきの当たりはどこやった？